お疲れ様です。速歌塾の久保です、えー。今回ですね、最近放送している昭和ヤクザというシリーズに対してなんですけども、おそらく当事者の方と思われる方からご連絡いただきまして、ちょっとね、あの、相談というほどではないんですけども、私なりにいろいろとお話をね、させていただきました。で、この方からは、だいたいこういう書き出しで来たんですよ。私は、 50代のおある組織に属するものですもう組織で働くのは限界を感じていて転職先を探していますしかし年齢と経歴がネックになってなかなか見つかりませんどうすればいいでしょうかというねご質問ですよねこれおそらく多くの50代のそういった関係の方悩まれているんではなかろうかと思います そして、いわゆる一般社会、表の仕事にいろいろと関心を持ちながらも、ちょっと臆病になってね、なかなか行動できなかったりとか、実際に行動しても経歴のことを問い詰められたりして、なかなかうまくいかないんじゃないかなと思うんですよ。で、確かに50代でそういった人生を送っているということになると、転職は難しいのは確かだと思います。そういう人を受け入れる会社に対する、 まあ、いろんな世間の目とかね、取引先の事情というのもあって、面接でものすごく好感を得てもですね、会社としての採用がなかなか難しいということになると思うんですよ。まあ、しかしね、諦める必要はないと思います、まあ。いくつか方法ということではないんですけども、こんなのがあるんじゃないかなっていうのをね、私なりに回答させていただきましたので、えー、あこちらね、一般公開動画ということでね、改めて、 お話しさせていただこうかと思いますまずはその方の強みを整理することですよねその世界で培ってきた経験は一般社会でも十分活かせるものがあると思うんですよ、うん、で例えば交渉力とかね危機管理能力とかコミュニケーション能力とかどうでしょうかっていうことなんですよねそれを自らの強み商品としてそういった分野に えー、まあ明るくない会社を探していくってのはどうかなと思います。また一つ、興味はどういったものに向いてるかってことですよ。どんな仕事に興味があるか、どんなことをやってみたいか、若い頃やってみたかったってことでも全然構わないと思います。興味のある分野で仕事を探す方が、モチベーションも維持しやすくなると思うんですよ。頑張っていけると思うんですよね。で、そして、具体的な転職活動は、 まあ無駄だと感じている時でもやった方がいいですねものすごく打ちしがれて何社行っても門前払いでもやった方がいいですそういうふうにして突破していくもんだと思うんですよ少なくともそのねかつての世界にいたように、えー、切った張った命の取り合いってことまではありませんから腹をくくって命をかければ仕事先は見つかるはずですそしてまだまだやり直せると思うんですよ まあ私はそのためにもね、えー、こういったやり取りを続けていこうと思います。でハローワークに行くのはまあ当たり前としてね、うん、行きにくいと思いますけどもね転職エージェントにもちょっと相談した方がいいと思いますし求人情報サイトを利用したりして自分が今就職活動してるんだっていう風なねそういった形を崩さないようにした方がいいと思います。うん で、あと、民間の職業訓練施設でスキルアップを図るのも有効だと思いますので、そこでね、人間関係ができて、で、一緒に学んだ仲間がどっかに仕事を見つけたら、そこにこう口を聞いてもらうとかっていうね、そうでっ横のつながりっていうのも大事だと思うんですよ。うんだからとにかく、今までの暮らしの割合を減らして、新しい暮らしの割合を増やしていくことによって、自ら足元をね、 矛先を変えてていいいくっていうこととじゃないかなか思うんですよ目先を変えていくということだと思いますで大事なことは諦めないことなんですよね転職活動は、まあ、50代なんですぐに見つけたいと思いますけどもやっぱり今までの人生がギャップになってねなかなか見つかんないと思うんですよしかしだからといって諦めてしまえばそこでジエンドですから自分に合った仕事をね地道に地道に探していくことだと思います であと私はねあの部屋住みの経験があればあの行事ですとかね礼儀作法とかこういったことはかなりできるんではないかなと思いますんで、うん、その意味でね、うん、やっぱこう生かせるものがあると思うんですよね、うんまあ、私なんて YouTube をやってる関係で日本の作法とか礼儀とか由来とかね伝統文化ってものを 一つ一つコンテンツにして提供していったらどうかなと思いますし、その上でね、そういった動画を量産しながら、私は今企業コンサルとして、その会社の格式を高めるためのマナー講座をやっています。みたいな感じで、新入社員、もしくは幹部社員の立ち振る舞いを指導できますよっていう形にしたらどうかなと思いますよね。あとはね、えっ、ー、と、教育訓練、行動訓練といって、 幹部候補生を山籠もりさしてね、で、大きな声を出したりとか、ラジオ体操をね、気り強くやったりとか、なんか、軍隊みたいなね、トレーニングをやったりとか、そういったところの共感役っていうのも、今、あるみたいなんですよ。私も受けたことがあるんですけども、まあ、そういうふうに、人材育成などに、こう、じゅう、なんですかね、特化した会社をやるっていうのも一つの手だと思いますね。うん まあ、あのやっぱりそういう世界にいらっしゃいましたんであの、まあ、けじめがすごくねつけられる形だと思うんですよでそれを求めるビジネスってのはあるはずなんで、うん、探し続けることっていうのは今はね募集してるところを見に行って面接受けるだけじゃありません自ら発信していって私はこれができますこれを求めてる人連絡をくださいという形でね注文を取っていくっていうのも インターネット社会ならではだと思いますあの細かいやり方分からなければ私がご指導申し上げますのでぜひね速化塾にご入塾くださいということになりますはいえー、同じ50代まだまだ咲かせる花はあると思いますんでしっかりやっていきましょう私が力になりますそれでは